こんにちは、たけです。人生のヒントです。暗黒時代の乗り換え知恵ですね。実は私20代の時は暗黒時代だったんですね。仕事は後輩に行かれ、女性とも喋れなくて、変わり者だったんで友達も少なかったですね。まあ、スタンス的に言ったらダークサイドもしっかり出てたって感じですね。まあ、今ではね、こう独立して家を持ち、まあ、運よくね、結婚もできてね、今は幸せなんですけど、まあ、変わり者っていうのは相変わらず変わり者なんですけど、まあ、SNS のおかげでね、全国の変わり者とつながるっていうか、すんなりと怒られるか つながられるんで、まあ、そのおかげで、まあ、友達もね、ちょっとね、増えましたね。まあ、私と同じようなね、暗黒時代を過ごしている人に、少しもね、役に立てればと思い、私は、本とか、自分の体験とか、人から学んだことを少しでも役に立てればと思い、この動画を作りました。まあ、当たり前やんっていうこともあるでしょうけど、ご容赦ください。その辺はね、ちょっと底辺の人間やったんで その辺はご容赦していただいて、そしたら今回は、幸せになる方パーポット3ですね。前も言ったんですけど、まあ、竹的な幸せっていうのは、嬉しいこと、楽しいことなど、プラスの、感情が多ければ幸せになると僕の中で思ってるんで、まあ、で怒りとか憎しみ、嫉妬などのマイナス思考、マイナスの感情っていうのは、どっちかというと幸せにはあんまならないですね。まあ、それをなんかバネにして、例えば僕の場合だったら、悔しさをバネにして、そのなんかダイエットできたとか、そういうのあるんですけど、基本ね、あんまプラスの、マイナスの感情っていうのは幸せにならないんで、いかにそのプラスの感情を、日常に増やしていくかによって、その幸せ度って違ってくると思うんで、できるだけ普段からその幸せにの、あ、じゃあ、プラスの感情を増やせれば、僕的には幸せになると思ってます。で、今回は、どっちかと、プラスの感情を増やすっていうか、マイナスの感情を増やすって感じですね。で、今回のテーマは、運動とスポーツですね。運動することによってね、結構ストレス解消になるんですよ。まあ、僕もそうなんですけど、ストレス解消になって、結構ね、マイナス思考もなくなりますね。で、まあ、運動してる時にことって嫌なこともなくなるんで、で、まあ、僕的な、体験なんです。去年ちょっと親戚のお姉ちゃんがちょっと亡くなっちゃったんですよね。まあ、その時はかなりね、まあ、まあ、ちょっと言えないですけど、突然やったのもあるし、ちょっといろいろね、あったんで、それがね、なかなかしんどくて、その時はほぼね、ほぼ今運動とかはほぼ毎日してるんで、まあ、体幹トレーニングとか、パルクールとかしてるん、柔軟とかしてるんですけど、その時は運動で全くする気力なかったんですね。そんだけね、やっぱりね、心自体がマイナスの感情に溢れてしまうと、ほぼそういう運動とかことできないんですよ。だから逆に言うと、運動っていうのはプラスのことなんで、プラスの、感情に近いんで、だから逆に運動することによって、プラスの感情っていうのは多分生まれると思うんで、じゃあかなりそのやっぱりその運動とかスポーツっていうのは大事っすね。ほんまでもあの時はね、1週間ぐらいは全然運動する気には起こらなかったっすね。もうなんかほぼ、まあ、親に比べたら全然ねマシですけど、親は兄弟なんで、より違ったんでしょうけど、僕もすごいお世話になって、かなりね、まあ、コロナ前は結構しょっちゅう遊びに行ってね、美味しい手料理ね、食べさせてもらってね、ほんで結構、お姉ちゃんには世話になったし、いい影響をね、結構受けさせてもらった人やったんでね、ちょっとショックやったんですけど、なんでね、で、だから、あと、その要は、マイナスの要は、感情が運動によって、まあ、運動できるってことは、プラスの感情ってことですね。ほんで、やっぱりその運動とかスポーツ自体は、ダイエット効果があるんで、まあ、ダイエット効果あれば、ダイエットをして、嬉しくない人っていないじゃないですか。やっぱ特に女の人とかね、痩せたいってやるんで、
だから運動とかね、スポーツっていうのは結構その幸せになる方法の一つかなとは思いますね。そしたら、結論ですが、運動もスポーツすることでストレス解消やダイエットを、ね、集中して嫌な集中することによってその嫌なことを忘れられるということですね。で、まあ、運動できるってことはそのプラスの思考で、マイナス思考が多いときは運動できないんで、でだから運動やスポーツはマイナス思考の感情を消しやすいってことですね。以上です。よければチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。そしたら人生のヒントの音楽上乗り換えた知恵の竹でした。じゃあ